ホーム駅構内の様線路終端駅名標、サイ崎駅は、福岡県福岡市東区サイ崎一丁目にある、九州旅客鉄道おかしい線の駅である。駅番号は、JD01、同線の起点駅。駅舎側に沿って、単式ホーム2面2線を有する無地人駅。ほとんどの列車は1番ホームに入線するが一部の列車は2番ホームが使用される。駅舎は、 延べ床面積135平方メートルの鉄筋コンクリート平屋建て。全面ガラス張りで走行費5000万円は全額 JR 九州が負担している。守護課の利用が可能であり、チャージや無記名守護課の購入も可能である。異常時に対応するため、貸し線で無人化される駅にはインターホンなどが設置されることになった。元は南東側に隣接し石炭の取り下ろし施設の 石炭桟橋を要する貨物施設がある大規模な駅で末町、新原、締めの海軍炭鉱からの石炭を船舶へ積み替えていた。近年の再開発が行われるまでは鉄条網で区切られていたが石炭桟橋も残存しており海軍炭鉱創業時が忍ばれる施設が点在していた。 2019年度の1日平均乗車人員は920人であり、JR 九州の駅としては第177位である。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。駅前は小規模な店等があり、近年はリゾート分場マンションもいくつか供給されている。西鉄バスのサイト崎駅前バス停や駅前の道路上にサイト崎駅前バス停がある。 東駅と、し賀島島内を結ぶ系統や、かし線に並行して、海の中道を通る系統が発着する。ありがとうございます。